あのさ、よく言われるんやけどさ、なんか人が卒業するときに、まあ、最近卒業される方多いじゃないですか。で、なんかね、その卒業してもね、まあ、戻って佐々木みたいに戻ってきたらいいやんとか、なんか、なんやろ、まあ、私は戻ってきませんって、まあ、言われてたとしたら、佐々木みたいな感じで言うけど、別にうちそんなね、あの軽い気持ちで戻ってきてねえから、そんな軽い気持ちで戻ってきてもないし、そんな軽く戻れるわけでもないから、もうね、そんなことをね、引退する人にね、言うのはね、気持ちはわかるけど言うもんやないよ。リスナー冗談でも戻ってきてほしいと言いたい。まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる。でもやっぱりね、引退する人はね、戻ってきてって言われる、まあ言うのもまあもちろんいいけどね、って言われるよりも多分温かくね見送ってほしい方がいいと思うよ。軽く辞める人なんかおらんからね。あいつは戻ってきちゃったからね、言われることに文句を言えないんやけども、そう言われることにはね。あ、でもこれからもし辞める人がいて、その人たちの迷惑にならんかったらいいなとは思うけどね。